地球防衛軍 4.1 の73です。今回は蜂が出てくるということですので、まあ空の敵に有効な録音系で装備を固めてみました。これはちょっと行った方がいいのかな。この角度で後ろからの敵を防ぎつつ、わあリーダー様、巨大生物の巣を破壊しろ。あの大きさだが所詮は土の塊に過ぎん。攻撃すればいずれ破壊できる。いずれ破壊できる。そうか、これ前回手に入れたボルケーノ B10。 これ一回もうボタンを押してしまうと全弾発射するというタイプの。カスケードの方は一発ずつ撃てることは撃てるんですが、このボルケーノの方は全部いっぺんに出ちゃうので、特に弾を撃った後に回転すると危ないとかありそうですね。この位置からも攻撃すぐにできるので、じゃあここから狙いましょうか。これ一発が400だったので、まあ、結構強いんですよね。なので案外早く倒せるんじゃなかろうか。回復アイテムがあれば取りたいけど見当たらないと。案外ここで戦えばいいだけだったら楽にクリアできそうな気がする。空爆をするということで巨大の巣を破壊するぞ。ちょっとじゃあ近くに来た敵を倒そう。あっと、あまり回復アイテムがない。まあ味方もそれほどダメージは受けてない感じですね。あー赤いの来た。了解しました。厄介だなー、これはちょっと数が多い。どうなってる。まあそれでも味方ダメージ受けてる感じはしないので、まあいいのかこれで。敵が少なくなったので引き続き敵の巣に攻撃を。あー誰か今来た。どうだどうだ。あー回復アイテムが今一つ見つけたので、ちょっと味方も減ってきたか。あの回復アイテムを取れば味方も喜ぶことでしょうと。まあ巣穴は特に穴開いてるところじゃなくてもダメージ与えられそうなんで。ああ何何、ああ何なんだ、誰がちょっかい出してくる。赤いのがまた見えたな。まあそれでもウィングダイバー部隊が生き残ってるので、まあ大丈夫。何何、本当わからん、何に当たってるかが全くわからん。
これはすごいな。なんだこの、すごい敵の数。さあこういう角度で狙って敵を狙いつつ、狙いを外したら後ろの巣に当たるみたいな、そういう位置取りが良さそうな気がする。あーっと、あ、破壊した。あとはもうこいつら倒すだけか。どこだ、あった、回復アイテム。壊れてんのかな、なんか転がっただけのような気がする。まあでも問題なくいけそうですね、もうここまでくれば。まあなんかまだダメージ受けてるんで倒せるのか、さらに。よし、あとは残った赤いのを狙えば。どうだ、クリア。これで危険な仕事を頼みたい。あの巣の中に入るんだ。なぜだ、破壊は成功している。もし飛行型が巨大生物が進化した姿だとすれば、これまで出現したものと共通の特性を持っているはずだ。あの巣は内部で地底に通じている可能性がある。地上部分は氷山の一角に過ぎないというのか。というわけでクリアになりました。次は巣の中に入るという話でした。さてこれ取れるか。うん、なんとか武器の選択も良かったからか、比較的あっさりとクリアできたのではないでしょうか。というわけでまた次回ご覧いただけたら幸いです。